藤井聡太五冠をはじめ将棋のトッププロ10人が静岡市に勢ぞろいし、名人への挑戦権をかけて順位戦の最終局に臨んでいます。現在も緊迫した対局が続いています。今日午前9時から行われている A 級順位戦は、トップ棋士10人が総当たりのリーグ戦で渡辺明名人への挑戦権を争い対局しています。昨日行われた開会式では、藤井五冠をはじめ対局に挑む棋士が出席し、意気込みを語りました。今回こういった素晴らしい場所で対局させていただけるということをとても嬉しく思っています。今まで通り、集中して対局に臨めればと思っています。今日会場となっている浮月楼の入り口には多くの女性ファンの姿が。やはりお目当てはあの棋士。滋賀県です。将棋を好きになったのが藤井聡太さんの関係で、将棋を見始めた名人戦の挑戦者に決定されるかもということで、ちょっと近くで応援したいなと思ってやってきました。はい、東京から来ました。藤井竜王を名人挑戦を見届ける日と位置づけてきました。全部行ってます。今回も島根の三瓶荘からここに家に帰らず来ました。藤井五冠は現在6勝2敗で広瀬章人八段と勝敗が並んでいて、今日の対局に注目が集まっています。名人への挑戦権は誰が獲得するのか。勝敗は今日深夜から明日の未明にかけて決まる見込みです。